レス・マッキャンはアメリカ合衆国のジャズピアニスト及びボーカリスト。1935年、ケンタッキー州レキシントンに生まれる。海軍退役後、プロのミュージシャンへ。1960年、パシフィック・ジャズ・レコードからレス・マッキャン・リミテッド名義のプレイズ・ザ・トゥルースでレコーディングデビューした。1969年、アトランティック・レコードはその年のモントルージャズ・フェスティバルで、 サックス奏者のエディ・ハリスとトランペッターのベニー・ベリーと録音したアルバムスイス・ムーブメントをリリース。アルバムにはベトナム戦争への反戦を歌ったコンペアード・ツー・ホワットという曲が含まれており、アルバムとシングルの両方がビルボードのポップチャート入りを果たす。スイス・ムーブメントの成功後、ソウルフルなピアニストというだけではなく、 渋いボーカルも前面に出したアルバムにも力を入れ、ソウルジャズの革新者として、ジャズとファンク、ソウル、ワールドリズムを融合。またアコースティックにとどまらず、エレクトリックピアノ、クラビネット、シンセサイザーを演奏に取り入れた、最初のジャズミュージシャンの一人でもある。ロバータ・フラックを発掘し、1969年のアルバム、コメントでも共演し、デビューに力を貸した。 1971年に、マッキャンの音楽活動は、ジャズの枠を超え、ソウル、R&B、そしてロックの分野で、ウィルソン・ピケット、ザ・ステープル・シンガーズ、サンタナと、アイク・ティナ・ターナーと共演した。1990年代半ばに、脳卒中を起こすが、2002年には音楽に復帰。また画家及び写真家としても活躍している。ありがとうございます。